皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は、高中者虫キングスーパーコレクションということでね、まあ、今日も特に語るってこともないんだけど、まあ、強いて言えば、今日、スパコレ買ったよっていう人から連絡が来まして、で、カードリーダーが入ってなかったんだけど、って言われたから、入ってないやつ買っちゃったのね、と思って、うん、入ってるやつ買った方がいいよって、まあ、持ってるから、持ってるから、あげるよって言って、あげるよってか、うん、渡すよって言って、渡してきた。そしたら、あ、じゃあ、これからカード集めてやりますとか、あ、カード持ってなかったと思ったら、あ、ある程度は持ってたんですけど、まあ、ほとんど、捨てたんだか、なんか、どっか行っちゃったのか知らないけど、ほとんどどっか行っちゃった。どっか行っちゃった捨てたうん、売っちゃった知らないけど、ほとんどないですって言ったから、じゃあ、今度会った時にまた、カードの多分持ってくるよって言って、そういう話をした。その人は虫キング学会来たことないね。てか、その話をしたことない。まあ、俺の友達、虫キング仲間何人かいるけど、全員が全員虫キングオフ会に来てるとか、虫キングにそこまでのめり込んでるとかじゃなくて、たまたまやってみたら面白かったとか、昔からやってますとか、いろんなパターンの人がいる。その人は昔からやってたんだけど、体はどっか行っちゃったみたいなね。まあ、いろんな人がいるからね。まあ、なんなら、虫キングをね、いろいろな人に遊んでもらって、うん、いい意味で広がっていけばね、嬉しいなと思います。まあ、中にはね、なんか、まあ、悪い意味でね、ちょっと、うん、炎上というかな、悪評を広めちゃった人もいるけど、虫キングのね、まあ、それもそれで、まあ、あれなのかな、よくはないんだけどね、多分、まあ、善悪あれどさ、虫キングがさ、まあね、受け継がれていけばいいかな、と思います。それでは、今日も聞いてくれてありがとう。じゃんけんをして使用します。じゃんけんぽん。グーでした。それでは、また明日もよろしく。